おはこんばんばちユッサです今日は YouTube に関わっている人なら関心の高いネット回線について話したいと思います。うちは長年にわたってケーブルテレビ付属のネット回線を使ってきました。ケーブルテレビと言ってあなどる中で回線速度は結構速いです。プラスアルファ地元制作ののテレビ番組が見れる。速度に関してはそんなに不満ではなかったんですけどこの度 コミュファ光に移行しましたまあ回線や会社規模は大きいので乗り換えに不満はなかったんだけどそのセールスのやり方には多少疑問も残りましたはじめセールスが来た時ケーブルテレビ関連の人だと勘違いしてましたね同じ系列だと言ってましたからねでよくよく話を聞いていると全くの別会社あんましいい気持ちはしなかったですねこれから 乗り換えって人も聞いていると思いますのでその辺思うことを話したいと思いますだいたいケーブルテレビ関係者じゃないと最初から知っていたら話は聞かなかったですからねうちの場合は親からの引き継ぎでケーブルテレビに加入したのではないのでそういった意味では乗り換えも検討に値するけど家族関連があると乗り換えは揉める原因にもなりますからねセールスの話を聞いていてて 回線が速くなると強調してましたが、そこは気をつけた方が良いです。うちを担当してくれた工事の人は、セールスの人と関係ないので、その辺のことについて話しましたが、速くなるとか強調して言ってるみたいで、専門家からすれば、そんなに言うほど速いのかなと言ってました。回線が開通してから、回線速度をケーブルテレビとコミュファ光で比べてみました。画面に表示されていると思いますが、 確かにダウン速度はアップしてますが実感速度は速くなっている感じはするのですが夢のようにとはなりませんでしたしかしアップ速度の方はといえば動画を投稿してる人はこちらが重要になるんですがそれが今までのケーブルテレビでは極端に遅いしかしコミュファ光はかなり高速ですこれは乗り換えたメリットがかなり大きいと思いました 反対に言えばネット見るだけの一般的な人には回線変えてまでのメリットはないとうちは思いますねただ YouTube 関連な人には多大なメリットありますねであと気になるのは回線撤去費用と回線開通費用開通にお金かかるのはまあ仕方ないけど撤去費用を出してまで乗り換えにメリットがあるかですねうちの場合はもろもろ2万5,000円ぐらいかかりました 普段の割引分を払えってことですかね。ですが、今回はキャンペーンってことで申請すれば撤去費用の一部はコミュファ側で負担とのことでした。乗り換えには十分注意しましょうね。あと、契約書見たらコミュファ光の解約費用はケーブルテレビより高額だったのは驚きではあります。どこも取られたくないのですかね。しかし、まあ、ケーブルテレビは長い間世話になったけど、 いいい機会でもあっったと思っています動画でも言ってたと思いますが工事のため掃除ができたし相対的に自分にとってはメリットあったと思います汚れ部屋だったのが撮影部屋までできたんだからそれと少しコストが下がったので回線速度を上げる余裕も出てきましたからね YouTube もライブ配信も挑戦したいしこの回線移行は良かったとうちは思いましたでも よく言う回線速くなるは気をつけた方が良いですね。特にケーブルだというとほとんど回線が遅いと言われるからね。実際計測するとダウン速度は多少遅いけどセールスが言うほどでもないと思いました。ただアップ速度はかなり違うのでその辺にメリットを見出せるかですね。まあこの辺は回線のコースによっても違ってくるので一概には言えませんけどね。今日は ケーブルテレビ回線を使っていると必ず遭遇するセールスについて検証しました実際回線移行は良いことばかりではないのでみんな気をつけましょうねでは今日は最後まで見てくれてありがとうございますチャンネル登録評価お願いしますじゃあまたね